Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurts. はい、シトー道場 YouTube チャンネル、プロサーファーのシトーシゲアキです。いつもご視聴ありがとうございます。本日のお題はゲッティングアウト。まあ、ゲッティングアウト、沖へ出るって。で、前回前々回でね、あのスープでのねテイクオフと、あとライディング姿勢ですね、それ解説したんですけど、今回はね沖へ出てみましょうということで、効果的なねゲッティングアウト方法を解説します。多くの人が失敗するパターン、沖に出れないとか出づらい、失敗するパターンとしては、1つ目、パドリングがそもそもできてないね。で、効果的なパドリング方法も、前の動画で解説してるんで、そちらもご覧ください。で、2つ目、ドルフィンスルー、ね、波をかわす動作ですよね、これができてないと。で、波をかわせないんで、もうどんどん戻されて戻されて、なかなか進まない状況ね。で、3つ目、リップカレント、離岸流を使いましょうと。波のね、特性を理解して、効果的にゲッティングアウトできる方法があるんです。で、あと危険回避にもつながるんでね、今回の動画よく、見て参考にしてもらって、実際のサーフィンに生かしてもらいたいと思います。まずね、リップカレントとは何かを解説していきましょう。リップカレントはね、よく言われる離岸流、まあニュースでもよく耳にしたことあると思うんですけど、潮の流れですよね。海全体は動いてます。波も押し寄せて、それがまた戻る流れも発生します。あとね、風向きとかうねりの向きによって発生する潮の流れもあります。リップカレントの起こる仕組みとしては、まあ、打ち寄せてきた波、ブレイクした波が戻ると、沖へ戻っていく、そこで離岸流が発生するんですけど、で、今度風とかうねりの向きによると、今度はちょっと横方向ね、海見て横方向の流れが発生します。カレントが発生しやすい場所なんですけど、テトラポットとか堤防みたいな人工物がある脇は沖へのカレントが発生しやすいです。あとね、水深が深くて波があまりブレイクしてないとかね、そこもあの沖へ向かう潮の流れが発生します。堤防とかテトラポット障害物がある付近って波はねブレイクしづらいんです。で、水深も深いです。逆に波がコンスタントに多くブレイクしているところって、沖から岸に向かって水が動いてますよね。それがもう一回沖に戻るんですけど、その沖への通り道がその人工的なテトラポット、堤防とかの障害物の脇を通ってまた沖に戻っていくと。だから波チェックの段階で波がブレイクしてるとこ、波がブレイクしてないとこをよく見極めるのが大事ですね。
それではね、実際のカレントを使ったゲッティング方法、まず気をつけること1個目は事前の波チェック。以前の動画でね、詳しく解説してるんで、そちらもぜひご覧ください。サーフィンする前にフィールドの状況、波の状況、海の状況をしっかり波チェックで理解するってことが非常に重要になります。その日のコンディションをね、理解するってことはね、安全にもつながるし、波に乗れる本数アップにもつながるんで、ぜひ波チェックはしっかりやるように心がけましょう。ゲッティングアウトなんですけど、目指す場所は波チェックをしててコンスタントにブレイクする場所ですね。そこの出方ですね。波が頻繁にブレイクしてる場所からストレートに出ようとしない。さっきも言った通り、堤防もしくはテトラポットとか障害物があるところは、カレントが発生しやすいんで、そこをうまく利用してあげる。あとその障害物がない広いビーチっていうと、波がブレイクしてない場所を見つけてそこから出てあげると。だいたい波がコンスタントにブレイクしてるエリアの両端はね、波がブレイクしてないで、リップカレントが発生してる場合が多いです。よく波チェックで事前のリサーチをして、ゲッティングアウトするように心がけましょう。で、3つ目はね、横方向の流れ、カレントになります。これね、本当ね、カレントが強い時ね、一瞬で横方向流れちゃいます。で、カレントが全く発生しないって日もあるんで、その事前の波チェックで横方向のカレントよくリサーチしておきましょう。で、横方向のカレントの見極めは、以前の動画でもお話ししたんですけど、実際お気に入りサーファーを見て、流されてるのか流されてないのかはチェックしておくようにしてください。スムーズかつ安全に沖へ出るために注意してほしいこといくつかあります。まず一つ目ですね、乗ってくるサーファーの邪魔をしない。これね、すごいトラブル結構あります。実際海でもサーフィンのルールではライディングしてる、波に乗ってる人が優先です。だからゲッティングアウトしてる、沖に出ようとしてる人はそのライディングしてるサーファーを邪魔しないように置けなきゃいけないというルールがあるんですね。これね、世界共通、どこ行っても一緒です。前から波に乗ってくるサーファーが来ました。そういう場合はね、スープ側、波が崩れ終わった方に逃げてあげると。で、結構ね、波が崩れ終わってない、これからサーファーが乗ろうとしてる方向に逃げちゃう人が多いんですね。そうするとサーファー同士の衝突の原因にもなるし、あと邪魔だ、危ねえぞって怒られるパターンもあるんで、必ず波が崩れ終わったスープの方に逃げるようにしてください。これね、結構実際海でもトラブルが多いです。事故や怪我にもつながってしまうので、十分注意しましょう。で、2つ目としては、特にサイズが大きい、波のサイズがある日に多いんですけど、波がドカ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 来てなかなか出れないって時が多いと思うんですけど、セット10分か20分サイクルで来る一番大きい波ですね、そこがそのね、タイミングだとね、なかなか出づらい日があります。出づらかったら無理に出ようとしないで、収まるまで待つっていうことも、重要なんで、そこもね、体力の温存につながってくるんで、
無理に出ない、海面がちょっと静かになる、波が収まるまで待つっていうことも、注意しておきましょう。はい、3つ目のね、危険なことっていうのはね、特にサイズがあるときに多いんですけど、沖まで出すぎちゃうね、帰ってこれない、これ非常に多いです。よくね、海水浴客の人たちとかもね、このパターン非常に多いですね。あの強いカレントに乗りすぎちゃって、予想以上に沖まで行きすぎちゃって、でもう戻ってこれなくなる、これ非常に多いんで、その時の対処法としては、流されちゃった場合、沖に出すぎちゃった場合、まっすぐ岸に戻ろうとしないね。水のね、海流の力にはね、人間かないません。みんなこのまっすぐ戻ろうとしたんですよね、岸に向かってね。で、体力なくなってさらに沖まで流されてしまうってパターンが多い。で、あと一つね、テトラポットや堤防に登ろうとしちゃう、これも非常に危険なんで、やめてください、絶対に。テトラや堤防の中にね、吸い込まれてね、中に入っちゃうともう出てこれないんで、非常に危険なんで、絶対捕まらないと、そっからよじ登ろうとしない。で、対処法としては、沖へ向かうカレント発生してたら横方向にずれていきましょう。横に横にパドリングしていきましょう。で、目印としては波が多くブレイクしてる方に、そうするとまた潮の流れはブレイクしている場所は岸方向にどん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 運んでくれるんで、危険回避でもう一回帰れます。絶対潮の流れに逆らってそのままストレートに戻らないこと、カレントから横方向にずれていくっていうことを心がけましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、カレントを利用して沖に出るゲッティングアウト方法ってことで解説しました。安全かつスムーズに、沖までたどり着くために気をつける項目がいくつかありましたよね。そこをしっかり理解して、安全に沖に出れるようにしましょう。で、ゲッティングアウトの、ヒントっていうのかな、体力をセーブすること。ゲッティングアウトで疲れちゃうとね、今後沖で波取り、テイクオフ、ライディング、に集中できなくなるぐらい疲れちゃうんでね、いかにカレントをうまく利用して、体力をセーブしながらスムーズに沖に出るかということを心掛けましょう。はい、今回解説した内容はこちら、私が執筆して出版した初めてのサーフィン、角川から出てます。こちらにもね、載ってるんで、復習がてら読んでチェックして理解を深めてください。で、概要欄にね、リンク貼っとくんでね、ぜひチェックしてみてください。で、首藤道場では、リアルのパーソナルレッスン、首藤茂明が直接教えるマンツーマンのレッスンも、やってます。そちらもね、ぜひ利用してみてください。次回はドルフィンスルーを解説していきます。見逃さないようにね、ぜひチャンネル登録もね、よろしくお願いします。で、今回の動画がためになったと思った方はぜひグッドボタンください、よろしくお願いします。では、安全に沖まで行ってらっしゃい。